キリトさんもどこかお出かけですか？それじゃあそれじゃあ、この後時間ありますか？ちょっと武器を選びたいんですけど、できれば意見を聞きたくて。そこのお方。あ、私のことですか？いいえ、そちらの黒い方のことです。そう、あなたです。あなたに災いが近づいています。占い師のプレイヤーさんのようですけど、もしかすると向こうの世界で本当に占い師だった方かもしれないですね。あなたにとって今日ほど不幸な日はないかもしれません。何かすごい言われようですよ。どうしましょう。しかし、不幸を避ける方法が一つだけあります。それは、顔じゃないみたいだけど。キリトさんが占い師さんに今日は不幸な日になるって言われたんですよ。しかも不幸を避ける方法はただ一つ、それは女の子とできるだけそばにいることって言われちゃって。なのでこうしてできるだけそばにいるようにしてるんです。こうやってペタッと。なるほどね。それならさ、シリカだけよりもっと多くの女の子でくっついた方がいいんじゃない？感謝しなさいよ。厄払いに協力してあげるわ。リズさん、くっつきすぎですよ。あんたがペタッとするんだって言ったんでしょうが。ただいま。おかえり。ですか？なんかね、キリトが女の子と密着していないと不幸になるんだって。何それ、キリトくん、いやらしい。占い師さんに言われたの、こうしないと災いが起こるって。占いを侮ってはダメです。キリトさんに何かが起きてからじゃ遅いんですよ。そういうことか。それじゃあ私も力になるよ。
さ、定員オーバーよ。私とシリカの2人でもう十分でしょ。備えあればです。キリト君が不幸になったら困るじゃないですか。もう言わなくても分かってるよ。ちょっとあんた、自分から押し付けてるの？押し付けてるとか言わないでください。キリト君とくっつこうと思ったら仕方ないんだもん。胸がそんなにないからこそ密着できるってことはありますよね。ほら、こうやって腕を絡めれば。キリト、お店を間違えたみたいね。一応聞いてあげる。それってもしかして商業区をうろついてる占い師？そうです。キリトさんを占ったあの占い師さんの目は冗談を言っている目ではなかったです。あの占い師、イカ様よ。イカ様？適当な占いをしてまぐれで当たった相手に幸運グッズを押し付けるんだって。そんな。それよりもキリト、よければ私があんたを占ってあげましょうか。任せて。もうすぐキリトに災いが降りかかる。あ、シロノ、キリト君見なかった？あ、やば。キリトならそこの女子の塊の中にいるわよ。女子の塊？キリト君？何やってるの？キリト君、なーにしてたのかな。じっくり話を聞かせてもらいましょうか。ほらね、不幸になったでしょ。
よし、よし、よし。ゆいちゃん、ただいま。そうだね、住処として落ち着いてきたっていうか。あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。どこか行ったのかな。宿にいた人なら見てるかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした。ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけて行ったのは見かけたけど、どこ行ったかまでは知らないな。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。すぐに探しに行かなきゃ。うん、さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、草原のあたりをうろうろしてたぞ。はい、そうです。いえ、これは自分で取らなきゃ意味がないんです。私の方が先に探しに出たのに。だってゆいちゃんが危ないと思ったら、いても立ってもいられなくなっちゃったんだもん。それでゆいちゃんはなんでまた一人で外になんか出たりしたの。それはアイリスの花を取りに来て。アイリスの花、
頼んでくれればゆいちゃんが危険を犯さなくても私が取ってきてあげるのに。はい、ごめんなさい、パパ、ママ。そっか、それじゃあ私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。あの、パパ、ママ、3人で手をつないでいきませんか？私が真ん中で。そうなってもキリト君の索敵スキルですぐわかるんだし大丈夫じゃない？じゃあ私がゆいちゃんの左ね。ありがとうございます。よし、よし。お兄ちゃん見っけ。捕まえた。ほらこっち来て、こっち。ほらこの人のお話を聞いてみて。旅のお方、どうか私の願いを聞いてくだされ。なんかね、私たちにお願い事があるんだって。83層に広がる森を訪れてほしい。その奥深く、うっそうと茂る木々の間に、遥か昔に置き去りにされた一つのペンダントがある。それこそが私の求める太陽のペンダント。それを見つけて届けてくれまいか。面白そうじゃない。ねえお兄ちゃん、早速行ってみようよ。占い師さん、あなたの願いは私リーファとこの黒の剣士キリトが聞き届けたわ。ありがとうございます。引き受けてくださるとは。されど気をつけなされ。あの森の中にはどう猛なモンスターたちが住み着いている。波の戦士では太刀打ちなどできはしない。どれほどの猛者たちがあの森でムクロを晒してきたことか。
任せておいて。お兄ちゃんはそんじょそこらの戦士とは違うんだから。ほらね、頼りになるでしょ。さ、じゃあ早速出発しよう。ちょっといいか、キリト君。なになに。お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。